ここだ。バロ将軍の元側近がユニダットの軍刑務所に囚われている。彼を救い出して、バロの居場所を聞き出して。あと、フル3点とゼミ3点の3種類のトリガーですね。この道取ってたら新しい地域踏むな。いえいえ。本当に？うん、まあいっか。いいのかよ。仕方がない、道がそこしかないのだから。あ、ヘリあるじゃん。ヘリ？うん、これ。おお、これ。今さりげなくユニダットを引いたけど。あーでもこの辺ヘリダット飛んでるから危ないんじゃない？あーこれからはユニダットのヘリのことをヘリダットって呼んでいく。そうだ。あ、新しい刺激入った。あー入っ、いやまだギリチョン、ギリチョン入っ、モロ入ってる、入ってる、もうモロ入ってる。新しい刺激入ってるね。赤くなっちゃった。あ、リベルタード。ここも難易度マックスで、しかも広い。まあちょっとまだ我々はこっち、ユニダット楽園に。ミサイルに気をつけてくださいね。下の方難易度マックス密集しすぎ。これ俺たち進行方向を間違ったかもしれないな。上の方が結構楽だ。あ、やべ、ヘリダット。お、あ、お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 、降りろ降りろ降りろ。何、サムってか、サム来た。いや、パラシュート、危ない。セーフ。よし、ヘリどこ行った？まあ、うん、とりあえずバレちゃいない。そしてね、ここもユニダットのなかなかの要塞だな。はあ、きつくなりそう。ここは近くにメダルか。またヘリ来てる。ヘリ、ん、またかよ。落としてやりてえな。この辺りはあまり伐採されてないな。最高は活発だから。落としたらどんどん来ちゃうから。パチャママを恐れてないのかもな。誰だ。インカの大地の女神パチャママだ。天然資源を使いすぎると彼女が怒って地震を起こすと言われている。俺が若い時にママの車を使った時みたいだな。ガソリンを空で検問所いつも怒られた。それに毎回後ろのシートからはやった後の匂いがしてな。ママはドクロマークの少ないところからやってますよ。そうだよね、本来ドクロマークが少ないところからやってった方がいいよな。そこはまだ装備もさ揃ってないからな、うん、そこをあえて難しいところからわざわざやっていくっていう流れだから。うん、だどう見てもだって北の方が難易度低いもん。うん、まあやっちゃうんですけどね。まあね。でそうだ、今15レベルになってるんだけど物資が足りなくてアドバンスドサプレッサーがゲットできない。食料ね。うん、あ待って、スキル取れますし、来た、 EMP 取れる。ほう、いいね。EMP 爆薬？ドローンに爆薬。いやでも自爆するのか。自爆できるらしいけど、でも今ヘリ破壊できるスナイパー持ってるからとりあえずいいや。多分あれじゃない、あの排除しろっていう目標のとこにドローン持ってってボーンみたいな。ああ、そうだ、ね、すごく楽ですよっていう。カーシールドゲット、よし、うん、EMP か。あ、まあ、でも EMP もまあヘリ落とすよか。これで車止めれますね。よっしゃ、これで車止めれる。ほう、君がこれを取らない限りね、しばらく運転を君に任せてもらうかもな。はあ、はあ、ドローン展開。爆発っても絶対サプレッサー要素はないから、監視塔にいるやつに近づいてボンはまずいな。それはまずいよ。であのあいつ一番殺すよ。倒せる？バレ？あ、ちょっと待って、クソ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 。おいおいおい。
あれはあいつつあいつあいつ今ね、はい、ちょっと言い訳させて。はい、撃つじゃん。はい、弾ちょっと落ちるじゃん。はい、手すりに当たるじゃん。はい、カーン。それ普通に撃りゃ普通にミスってるだけじゃん。それ手すりに弾が当たったらカーンって言うともさ。おめえそれであいつは弾をガードしてもらったんだよ。いてててて死ぬ。死にましょう。はい。バレるの早すぎる。まだ入り口にも入ってないけど自爆じゃねえか。いや全てはあの手すりが悪い。いやどっちも悪い。まあそもそもねちゃんとまだ索敵しきれないんだからそんなすぐ焦って倒すこともないんだけど、まあそうだけども、ドクロ多いと感知能力も上がりますよ。ほら、こうやってこうやって倒すんだよ。なんだ、はいはいはい。あ、そっか、さっきミスったのは右の方か。2人目のターゲットは右スナイパーだ。塔の上にいるぞ。敵をマークした。塔にスナイパーがいる。あれは防空システムか。あれが防空システム。あっちにもいるのか。せっかくこういう入り口があるならさ、なんかユニダットの兵士を捕まえて服剥ぎ取って中に侵入するとかできてもいいと思うんだけどな。ああ、それはやれたら面白いね。 COD のなんかキャンペーンとかにはそういうのはよくあるんだけど。なんかあった気すんな、うん、あれだな、ブラックオプス1とモダンオフェア2にあったな。あ、モダンオフェア2だっけな。あ、違う、ゴーストだ。ゴーストかい。ゴーストにあったね。ゴーストやってねえや。敵自体も硬くなりますよ。重装備はかなり硬くなりますよ。そうか、ドクロがね多ければ多いほどね、敵の感知能力も上がるし、敵自体も硬くなるし、重装備も硬くなるらしい。つまり最悪じゃない。我々はまだここに来るべきじゃなかったっていうことだ。だから裏を返せばね、先にこういうのを済ませておけばね、あとはもうね楽なところ地域ばっかりということに。敵がいる。まだいた。まあそう。でもちょっと待ってね、その元補佐官を見つける、なんかイントネーションがおかしかった。元補佐官を見つけるまでしかまだ書いてないから、ちょっとねこの建物の周辺移動して、補佐の見つければいいのね。補佐の確保かもしれないし、尾行かもしれないし。おお、あれは二冠。検問所の付近。ん？待て。あ、あれ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 。やべやべやばやば。ここ歩くべきじゃなかった。おおおお、今のは俺のミスだ。はい、逃げれる。いて、あ、まあただ交戦しても増えるだけだから一回逃げるか。おう、痛い。あ、すまない民間人。スナイパーが狙ってるぞ。かわいそう。逃げろ逃げろ。あ、追跡追跡。じゃあね。違う。あ、増えちゃった。いや、レベル3だよ。あ、民間。おーい。道路を歩くな。おい、引き逃げ待たされてるじゃん。ほんとよ、あのクソ野郎。明日痛むじゃ済まねえよ。あ、何この武器、近い。あ、近いね。取りに行っちゃうか。うん、おう、チョリオス木材保管所。おう、警戒解けたな。
まだ完全に解けちゃいないけど。あれ？ああ、ほんとだ。おーし。オーケー。ふぅ。クリア。みんな大丈夫か？難しい。とても難しいですよ、この地域。おお。なんかな、あの。めっちゃ BGM になってる。嘘。なんかあのラスボスの前のこのクライマックスになっていく的な感じの BGM が、ジャマーを壊してから逃げて戻るの繰り返しになったりしますよ。ドローンジャマー出てくるとジャマーを壊してから逃げて戻るの繰り返しになったりしますよ。あーそっか。ああれはついてるな。カルテルが物資を運ぼうと。あ、ガソリンか。食料じゃないね。食料じゃないな。食料じゃないな。これパーツ、これ多分この2人倒しただけで取れると思う。まあだけどね、物資があるというのならいただいちゃおう。ホトトギスね。ホトトギス引かれんなよ、一般車両に。大丈夫、あんまり走るなよ今度はね。おうおう、あいつ、あいつこっち来るね。うん、いけるよね。おっと、仕留めた。おお、硬いからね。なるべく消音性の高い武器でね、2発か3発は当てた方がいい。うん、でこいつやる。撃ちすぎなんだよな。いや撃ちすぎないとねバレちゃうから。いやまあ今の敵はあんまり近くに仲間がいなかったからいいけど。まあ。さてと、敵がいる。うん、こいつさ大丈夫じゃねえ。どいつ、ちょっと待って、1番、ちょっと待ってよ。いやーちょっと近いな敵に。バレそうだな、こっち。いやこいつ、こいつ向いてんだよこっちに。こんばんは、生放送お疲れ様です。でも難易度マックスだからね。そう、感知範囲広いのに。そう、感知範囲広いの。はい、こんばんは。ちょっと様子を、こっち来るな。うん。ああでも待って、今度はね。なんでバレる？今度はこいつ、え？危ない。お？いやバレてないよ。いやこっち見られちゃったんで、まあもうちょっと大丈夫。オッケー。ああ真後ろに、真後ろにあれは通信機か。これ一番。あ待って、こいつ上登ってくるよ。一回引け引け引け。おう、ん、おう、待って、さっきからどこに見られてる。ああ、カルテルか。カルテルは無視だ。おい、あー、オッケーオッケー、カルテルどっか行った。おいでよこっちに。これもう一番大丈夫だと思う。やってた、奴らに見つかるぞ。もう一人こちらの、あ、これ死体バレちゃうな、早く倒しちゃう。 OK、 さ、サプレッサーゲットでね。ここは密集してんな。あ、この二人も上来るか。待って、警戒してる警戒してる。危ない。こいつら陽動グレネードやったらさ、警戒入るっけ？入ると思うけどな。いや、とりあえずそこにいて。うん。あー、あ、いや、警戒解くわ、これ。うん。あれ、回収するのも結構大変だな、おい。そうだね。ちょっとね、フレアガンでも撃ってみるわ。何か、微妙なギリスーツですね、ショー。発射する。でね、接近してきたらね、あそこにフラッシュバン投げるか。あれ、接近しない。フラッシュバン、どこに焚いた？いや、もう目の前に焚いてある。は？あ、見えてない、もしかして。見えてないよ。あらら、あ、一人こっち来るか。こいつ倒しちゃうかな。そこで倒す。
バレてないね。あれなんでだ、フレア出したのに全然警戒してないんだけど。いや、まあじゃあちょっと陽動、うん、陽動は引っかかるよ。引っかかるか、こっち来てるもん。つか絶対死体ば、死体、死体バレた。そこで倒すから、あ、セーフ、セーフ。まあ、もう結果良ければ何でもいいわ。あ、警戒解けた。いやね、所詮だ、所詮難易度5だっつってもやっぱりこんなもんだよ。警戒はされてますね。おお。もう絶対死体見えてると思うけどな、あれ。今度はこいつだ。そいつか。オッケー。じゃあこいつやるよ。オッケー。じゃあこいつやるわ。はい。じゃあこいつらバカなのか。こいつやるわ。はーい。はーい。みんな無事か。別のお前そんなビクビクしなくても。いや、神経質になってもいいと思うな。死体消えてますね。まあ、死体消えてた。うん、消えてた。そうかな、消えてたんかな。あ、本当だ、消えてる。で、これは物資の位置情報でも聞くか。カルテルの輸送ヘリのルートがある。途中で、あ、輸送ヘリ、あ、医療品か。医療品、僕らが欲しいのは食料なんだよな。それだったら HDI にサプレッサーつけれるんだけどな。ああ、威力減衰全くなしで。はい、まだゲットできないね。足りないわ。まあこれ運んじゃおう。任せろ、俺が操縦する。なんかモクモクしてるけど。あれ、 8.5 キロ遠い。遠い。中田さんたちが片付けてくれたんですね。しかもまた新しい地域踏みまくりだけど。本当になんてところ。ラクルス。ラクルス、まあしゃあない。良い仕事です。でラクルス踏んで、はい、おころ、おころ、おころ、あ、おころってさっきリスナーがなんか言ってたな。医療品は後で大量にいりますよ。本当だ、本当だ。あ、でもおころね、一回踏んじゃったことあるから、まあ気にしないで。あ、なんだ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 。お前ちょっとここで様高、あ、そこ、ナメシ式 AVV 作は車両破壊に対しては効果がない。おいおい、あうっそでしょ。もうさ、サイドミッションここのやつやんないでさ、別の地域でやろうぜ。はい。この地域はクソ。マジかよ。牛乳パックで作った感が半端ない飛行機ですが。牛乳パックで作った感が半端ない飛行機ですな。もうそれ燃えちまったよ。燃えやすい飛行機。燃えやすい飛行機だ。ああ、よし、ファストトラベルしよう。本来の目的を忘れるな。俺たちはここを目指していたんだ。チャーリー、チャーリー、はい。道中機密情報あるよ。うん。道中はあるね。これか。バイク。いや、歩いていけるな、あそこは。あ、バイク乗ってっか。あら。まずは周りを制圧しないと安全に飛行機は飛ばせまんね。そうだね、結構切り株邪魔くさい。周りをね、制圧しないとここは飛行機飛ばせないっていうかね。サムもあるしな、うん、そうだな。レーザー威力落ちたままなんですかね。うん、威力落ちたままだと。いない、うん、いない。ここはいやー、地味に引っかかってる。まだまだ修行が足りないな。いや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 、これ医療品か。資料、資料、ブルースバロの死亡記事。ブルースバロって誰？さあ、知り合い？さあ、多分知り合いだと思うよ。これは、あ、これ食料だけど足りないな。あれ5000くらいでしょ。アドバンスとサプレッサーはやっぱりレアと高いね。対空復活しますしね。うん、ああ、トラベルすると対空復活するってもうどうしようもないな、対空。は
いつはラモン・フェリスやコンピューターのためじゃない。おっとっとカルテルが売買してた子供たちのためにやるんだ。カルテルが売買してるだ。この瞬間にも取引は行われる。怖いな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 。おっとっとなんで誰も声を上げないんだ。処理が重たい。ちょっとさ、ぐるーっと回ってさ、基地の後ろ行こうぜ。あ、オッケー。あ、今のところね、このゲーム遊んでてそんなに重たいっていう感じはしてないんだけど、重たい。重たい。重たいか。プロじゃん、そっち。プロです。はい、こんばんは。普通のだよ。カルテルの所在不明のやつの情報なのでは。あ、カルテルの所在不明のやつの情報。あー、あったった。ここさ、こればっか、これ割れないしな。車で突撃したら割れると思う。おお、ちょうどいい車。あ、ちょっとハマったハマった。へい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 、ちょっと助手席失礼するぜ。あれ、座席移動。はい、ちょっと、あ、待って、ヘリダット、ヘリダット、へいへい、ヘリダット。割れません、わら。え、割れない？嘘。あ、割れるじゃん、割れるじゃん。嘘をついたな。ウォッチドックスでは簡単に壊せるのにな。ね、ウォッチドックス、あ、ウォッチドックスで簡単に壊せるんだ。ウォッチドックス？まあいいや、とにかく、あ、バイクのまま来てるし。とりあえず降りて、ここ危ないから。しょうがないな。こういうところはね。あ、ヘリ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 。ヘリが巡回してる。気をつけろ。ドローン飛ばすか。ドローン準備完了。ペイデイになんて速攻で割るのにね。ペイデイね。ペイデイは速攻で割るわ。サブマシンが思ったやつを見つけた。あいつでペイデイ。バイクと車では壊せるものに違いがあるからな。あのさ、EMP であのヘリ落としたらやっぱり警戒するよね。絶対するでしょ。するよな。ちょっと、あの、あいつ見てるから気をつけて。あ、オッケーオッケー。いや、とりあえず割れた。自分は壊れなかったのに何の差なんだろう。え、さっきの自分では割れなかった。割れるやつと割れないやつがあるだけじゃないか。ああ、またヘリだ。ユニダットのヘリが巡回してる。伏せろ伏せろ。おう、ライトパネルがあるぞ。ライトパネル、あのドア開くのか。ここになんか引っ張ったら開きそうなドアが一つ。おう、で監視と二人か。この鉄条網が無理なのかな。この鉄条網は多分無理だと思うな。うん、これは無理だと思う。うん、ちょっとさ、しばらくドローンを動かして早く敵の補佐を見つけよう。先に、ああしばらく見てないうちになんか基地を攻めてら。おお、基地攻めてるよ。さっきからめっちゃ死にまくってるよけど。本当な。あれだ、なんだ、見つけるっつってもな。このジャンプ台なんかバイクで突っ込めって形してない？わお。突っ込まないけど。突っ込みて。ダメダメダメ。こんなあからさますぎるの、こんな。ここはまだ来てはいけない気がしまくりです。なんか人多いね、今日。そうだね。ここはまだ来てはいけない気がしまくりです。飛んではいると、笑。意味深な板。うん。それね、俺たちもずっと思ってる。ここはまだ来るべきじゃないって。システムを発見した。うん。ずっと分かってる。そんなことは分かってるんだよ。でも来て、もう来ちゃったものは仕方がないんだよ。なんかこのね、囲まれてる中のさらに囲まれてる部分があるからね、うん、そこに補佐がいそうだな。ああ。そして今日はわら WC2 対1で負けたよ。でも、ああ、今日負けちゃったね。スタイル賞。あの地元住民の力だ。敵を発見。周辺に数の負けましたな。ここは空いてんじゃない？え、あ、やっぱそこ開く？開いてるわ。あ、いや、ちょっと待って。ユ
ラット兵を2人確認。メリケンズよかった。これ。ああ、撃って開くタイプじゃない。え、これどう見ても横引っ張ったら開くじゃん。マスターキーショットガン。これさ、だって。あ、ちょっと待って、敵来てる。お。あ、待って、ここ、これ、入れるじゃん、これ。上見て、上。おーおーおー。ちょっと待ってね、敵来てる、来てるね。2人だ。あ、2人？うん。1人かと思った、それ。ほんとだ。敵グループもう1人いた。はぁ。おい、ユニダットの部隊だ。監獄だ。中にいる。お疲れ様っす。いやー、難しいよー、ここは。あの2人どうしよう、やり過ごすか。やり過ごそう。まだちょっと中に入るのはまだちょっと早い。右に行っても左に行っても監視塔に敵がいる。侵入者に対して良心的なエニラットである。いや監視塔ちょっとね、あの監視塔の2人をなんとかやりたいな、入る前に。そうだね。あのさ、あれやったら多分ここ見える。ここどっち、バレたらチリがたくさん飛び立ちそう。行こう。ドンパチ。あ、オッケー。やめろリスナー、あんまりプレッシャーをかけるな。あ、俺こっから1番やれる。オッケー。2番はこっから狙うわ。オッケー、2番ね。あー、2番移動中。あ、移動中。あー、手すり怖ー。大丈夫？こっちから1番は狙えないから頑張ってくれよ。あ、待って、1番動き始めた。お、これ2インワンで。あ、入れ替わったね。入れ替わったね。じゃあ俺2やるわ。フラグ。オッケー、特攻しねえよ。オッケー、1番やるわ。オッケー。オッケー、ワン、ツー、スリー。倒した。よし、オッケー。よし、これで右は入れる。ちょっと双眼鏡で索敵するね。ダッシュで中に入って、攻撃ヘリで暴れるしかないのでは、サクラン。ダッシュで中に入って攻撃ヘリで暴れるしかないのではって。あ、ちょっと立てて。おい、立てて。砂。走るな。どうしよう、あのスナイパーやろうかな。やった。あ、ナイス。お前の不始末は俺がなんとかする。あとあいつだ。どいつ。反乱軍の陽動というものがあるじゃろうに。オッケー。撃ち落とされる未来しかないな。反乱軍の陽動。そんな陽動うまくいくこの人たちは。なんかいまいちこれまで陽動がうまく いってる気はしないんだけど。普通に暴れて警戒度が上がってみたいな、うん、やっぱり信頼できるのは我々の腕に限る。でまあ、うん、ここは入れる。今これも監視塔や全部やったから中入れる。いやだがね、大丈夫だ。バレる前に全員爆殺すればそれはステルスなんじゃ、うん、バレる前に全員爆殺すればそれはステルスなんじゃ。確かにね。迫撃砲。あ、なんかめっちゃ怪しいとこあるんだけど。どこどこ。ちなみにここ AI と装甲車に乗って攻撃性出すとワンパンで敵を殺していってくれますね。ここ広いな。ちょっと待って、ちょっと可能な限り覗くか。あ、誰、あれ、いや、人がいないな。いない。でもここ鍵だらけだから絶対ここなんかいそうだけど。なんかいそうな気はするけど。いやー、ただ牢屋だね、ここは。2階建てだ、中。あー、錠前がたくさんある。いや、言うとしたらそこでね。うん、あ、反乱軍1人映ってるな。悪しろ弱くわく。待て、今俺たちは慎重に行ってるんだ。もしくは別のミッションで来るのかも。あそこボタンを押したら開くドアだね。ああ、ほいほい。なんかああいうのってね、ブザーなって開きやがったりするからな。ありそう。牢屋があるのなら。ふむ。じゃあさ、あ、待って、付近にいるのか、敵。あ、いるね。あ、さっきの2人だ。戻ってきちゃったよ。
いや、もうちょっと中通り抜けてったら2人ともども処理するか。ああ、オッケー。まあこの2人しかいないし。いや待って、こいつもいるわ。こいつはこっちに来ないな、きっと。うん、来ないね。よし、うん、来ない。オッケー、入ろう。よいしょ。入って、あの2人合図してくれ。